さあまずは前半です。このマイナビのクリアしていこうというボールでしたが、ここをベレーザの11番遠藤自ら持ち込んでシュートを放っていきました。ここはマイナビディフェンスに当たってあわやオンゴールというところでしたが、ゴールキーパーの松本がしっかりとキャッチをしました。この辺のチェイシングの素早さ、11番の遠藤、なでしこジャパンにも名を連ねています。しかしゴールキーパーの松本もしっかりとボールの行方を見ていました。そして先制したのはマイナビ、22分、浜田、そして宮沢、先制のシーンではありません、惜しいシーンでした。池尻が宮沢のクロスボールにボレーで合わせましたが、ここはわずかにオフサイド、得点にはなりませんでした。27分です。ベレーザ、これは植木のシュート、うまく受けて右足を振り抜いたんですが、ゴールポストに当たってのゴールならずというシーンでした。こちらが先制の場面です。前半の39分、マイナビは館、左足で一回テンポを入れて右足を振り返ってのシュート、ゴール、の場面です。館、右足を踏み入れて右スリン、木下桃香選手に代わりまして、そして背番号7番マイナビの中田という選手が入りました。シーン、宮沢が池尻へとパス、このボールをしっかりと沈めてゴール2点目が決まりました。こうしたラストパスのセンス、非常にいいものもありました宮沢。そしてこちらがベレーザ1点目のシーン、直接このコーナーキックからゴールを割っていくというシーンがありました。1点を返したベレーザです。その後はベレーザの猛攻が続いていきます。19番の山本から10番の小林、2度もシュートを放ちましたが、マイナビのディフェンス、そしてこちらも小林でした。試合終了です。ゴールを狙っていったんですが、マイナビが粘りの守備を見せまして2対1、1点のリードを守りきってベレーザから勝利を挙げました。そしてプレシーズンマッチホーム初勝利を挙げました。